世界初の実用ジェット戦闘機である m 2 6 2第1世代ジェット戦闘機とは1940年代に登場した黎明期のジェット戦闘機のことを言う。1950年代までのアオンソクジェット戦闘機がこれに分類され超音速ジェット戦闘機は続く第二世代ジェット戦闘機以降に分類される。代表的な第1世代ジェット戦闘機としては アメリカ合衆国の海マイナス86セーバー、ソビエト連邦のミグマイナス15などが挙げられる。両者は、朝鮮戦争での空中戦によって、広く知られることとなる。ミーティア P-59 ドイツ国イギリスアメリカ、合衆国大日本帝国海9回から2回マイナス86、海ミグマイナス15アメリカ、合衆国ソビエト連邦イギリスフランススウェーデン。 アルゼンチンハンターミグ -17 アメリカ、合衆国ソビエト連邦イギリスフランスカナダ、アルゼンチン中国初期のエンジンは、技術的限界により圧縮比が低く燃費が悪かったため、燃費の良いレシプロエンジンないし、ターボプロップエンジンと混合動力にして補うことが、考案された。しかしジェットエンジンは高速域になれば効率が向上する性質があるのに対し、プロペラ機は、 プロペラの速度が音速に近づいたあたりから効率が低下するため、混合動力機は矛盾を抱えた性格の機体でもあった。そのためジェット戦闘機の急速な性能向上に、混合動力機の性能ではついていくことができず、ほとんどが実用化されなかった。結局のところは、ジェット戦闘機の航続能力の延伸は、燃料搭載量の増大や空中給油、そして、 ジェットエンジンの設計製造技術の発展による燃費の全身的向上によってなされることとなる。ジェットエンジンの燃費の大幅な改善はターボファンエンジンの実用化によって達成されるが、それは戦闘機においては第三世代ジェット戦闘機以降である。XP-81 アメリカ合衆国ソビエト連邦。ありがとうございます。